はい、ですね、ちょっと飛んじゃったんで、あれ音が飛んでるかな、まあいいや。ご覧ください。長期合戦をね、ちょっとね飛ばしちゃったんでね、いつもならライブでやるんですけどね、今日はちょっと録画でね、キャップを使ってますんで、まあね、音声はね、ヘッドセットじゃなくてね、直マイクなんで、もうちょっと声、今日は声聞きやすいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあとりあえずね、駿河攻めですね。今ねちょっとねライブ状態じゃないんでちょっといろんなキャラになっちゃったんですけど、今こんな感じですね。なんでこのキャラたちがいるのかはちょっとコトコトしながら お話していこうかなと思うんですけど、今正幸こんな感じですね。レベル3ね。すでに勝ちは見えておる。ね、意外と使いやすいのはね、人にもよりますし、シナリオによってもどんどん積んでいくんですけどね、特殊タイプですね、左近さんとか、ね、東堂さんとか、まあ、直江兼術だったり、ねまあ、石田三成とか、ね、大谷さんなんかも、ね、使いやすい気がするんですけど、まあ、今回はですね、レベルが高いんで、まあ、東堂高田さんちょっと。己の道を行くだけだ。はい、行ってみましょう。サクサクっとね。はい、行きますよ。さて、始めるとするかね。アクションレベルっていうのもね、結構高くはなっちゃってるんで、お館様が志す王道が多分この戦負けられない。勝ちより本陣守備の大役任せたよ、ね、しかと務めてみせます。働きなど自慢にならぬ。こっちですね。こうですね。おのれだけだ。裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。今川は恐るるに。はい、大移動だ。正しげでございます、ね。東条の遠征には気を配らぬ。願いを訳した世良様ら。まもなく着陣されます。僕ら調略の成果を見せる時だな。この戦楽に勝てそうだな。正幸の小賢しい策などいらぬのだ。吉本なき今川など武田の敵ではないわ。無働きなど自慢にならぬ。うん、はい、負けてしまうとは。はい、チェンジですね。これ使いやすいんですよね、今回はね。また一つ。はい、アワのチャンですね。コンボがちょっとやばいですね。先コンボで。敵将撃ち取った。はい、撃ち取った。音が割れてるな。ちょっとレベルが高いですね。まあ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 、まあ。どうか伸びてくるんですかね。音がしますね。ちょっと後で直しますからね。武田の将として戦う。この辺が。
氏真様、お許しあれ。はい、それでね、ここですね。お主らまでわしを裏切ると、なぜじゃ。見てかけん、苦衷を働く者、断じて許すまじ。ねえ、ナオトロちゃんですね。来年のですね、大河ドラマの、ね、あの者らを撃たせるわけにはいくまいぞ。敵将、撃ち取った。願い出は敵の士気を削いだはず、はい、あの者らと共に、ね、あそこに行きましょう。はい、ナオちゃんですからね。はい、行きましょうね。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに待ていいとね、上略も受ける力はいささか見ぬし、しかもつい先日刃を交えたものであった。あまり当てにするべきではないな。ちょっと音声が高すぎますね。マックスまで上げすぎちゃったな。はい、ご臨時です。ここは私が守りますゆえ。今ね、立っとこね、マサイキが今走ってますね。はい、チェンジ。はい、ここまで来てもらってますね、マスちゃんがね。思った以上に脆いな。はい、はい、馬車として直なそうと崩れる時は一瞬か。勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。向こう行けっていうんでね、今度はね、こちらですね。武田の選択。でも北条は同盟に従い、今川をお助けします。はい、これはですね、L2 ボタンですね。おおおお、来てくれたか。やはり北条は、いや、天は。でも正幸はね、向こうに届いてますからね。その間にこのキャラ。敵将、撃ち取った。もっと手柄を上げる。上を狙う。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重、参る。行くぞ。王城綱氏のご登場か。厄介な者を連れてきてくれた。あのような者に勝てるはずがない。やはり今川に。そう、ここからの、ね、やっぱり特徴がね、ここら辺から来てるんですよね。また一つ。べきはやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。では、やはりあの程度の連中か。このままでは勝頼様が危ない。自慢にならぬ。開門。北条の援軍はあらかた叩いたが、残るは今川館のみ。氏真様はわしらがお守りする。武田め、
は通さぬぞ。嶋佐たちが倒されるなんて。けど私一人でも今川を守り抜かなきゃ。無働きなど自慢にならぬ。ここまでのたやすい。さっきね、お金をね置いていたんで、大変です。安心しておったか。これね、馬ね、上からと右側に立ってあの叩けば勝手に見ます。こんな感じですね。まあ面白くない人はね、あの馬の馬上からね、はい、キュッと止めますね。なぜかこっちから来てますね、今回ね。まさゆきはね、勝手に行くかもしれませんので、まあ、その間にね、私たちはこの場所ですね。武田勝頼、その首もらい受ける。はい、来ましたね。早いですね。敵将、討ち取った。救援行為。私はこの程度の男なのか。はい、三角マークが出ましたのでね、三角で一撃ですね。今から仲間と一緒に。宇治様、申し訳ありません。もう終わりじゃのう。宇治様、すまんね。駿河は武田がいただくよ。敵将、討ち取ったましたね、早川さん。事態があろうと我が軍は揺らがる。親方様がそこにおられる限り。無働きなど自慢にならぬ。父上、駿河攻略おめでとうございます。ちょっとね、お父さんの下げますね。いやいや、浮かれてはおられん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の王道を阻めはしません。断じてさせません。はい、今ね、終わったもんですね。ね、S評価なかなか長いですね。オークションレベルが6、連技っていうのはね、まだ上がってないですね。先ほど、ね、そうですね、この次ですね、ここですね。
すでに勝ちは見えておる。ここもね、結構ね、ここで詰まってる方が多いみたいなんですけど、時が惜しい。急ぎ本車に向かうぞ。ここはね、なれど、まあ、2箇所あるんですけど、攻めてますよね。兵が各所を見守っておりますね。策敵兵というのがありますね。まずこちらですね。注意して進みましょう。ここですね。ここに落としますね。そろそろ交代の時間だな。城の海ははい、敵が動き始めたら今度はこちらですね。ここです。あの者を見つけたら進めません。迅速に行きましょう。まさか武田の。あまりね、早くやっちゃったもんね、敵が来るんですよね。で、今ちょっと動いたんで、メンタルマークですよね。敵に蹴取られずに済んだか。でこのキャラが動いた瞬間、救い城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危う。はい、背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、ダメですね、はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたい。使っちゃいましたね。武田の将だ。皆の者出会え。ちょっともう一回行ってみますね。これは2でしょうね。こうしたね。すでに勝ちは見えておる。さっきね、急ぎ本車に向かうぞ、正幸。あれですね、倒してる瞬間に北条の警戒も厳重、兵が各所を見回っております。ちょっと手を乗っちゃいましたね。敵に取られては偵察になりません。見つからぬ、注意して進みましょう。取れて44,000でやってるんですけどね。音は悪いことないんですけど、なんかおかしいですね。まあまあまあ、まあ、知らないですね、本当は。あの者を覗かねば迅速に道を開きましょう。セモノ、まさか武田の。はい、で、敵に蹴取られずに済んだか。やばい、来ましたね、来ますね、来ますね。で、これでね、ここなんですよ。ここに隠れます。ここですね。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば一歩前敵の出陣を牽制しておきたいところだ。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば本クルワに抜けられるはずですね。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、正幸。沢木、何事だ。敵討ち取ったり。敵の力量を計り損ねるとは。急げ。いかん、このままでは蹴取られる。
そうですね。引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦の意味とは一体。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。どうにも想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。配置替えの時間だな。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回って本狂わを目指してくれ。おい、こちらにくせ者がいるぞ。援軍を頼む。開門。勝手はおとりな私が行ってしまわれた。無茶だ。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。しつけの時間だよ。はい、時間、あ、おっと、時間がね、8分。確かこちらの方から。車から見回るか。勝頼様のおかげで本車に入れ。やつを倒せば引かせてはくれぬだろう。遊ぼう。勝利条件変更。敗北条件変更。ここで壊しておくのも許可か。我が術中である。もののけ。いや、これが北条の風魔か。敵将を討ち取ったり。そうですね、8分以内にそうですね。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。最後見ますとですね、勝利条件早川殿の撃破。あのね、2番の目のね、あの敵策変に、ちょっと私は1番目の最後の、ね、ちょっと序盤なんですけど、ね、
柱闘技を作ろう。で今回のメインはもう魔法剣ですね。己の道を行くだけだ。己の道を行くだけだ。北条の背後を取った。だが策はこれからだ。東に向かい味方を呼び込む砦を確保するぞ。敵軍を果たす。わしの活躍をご覧あれ。あの砦すぐに落としてみせますぞ。頼もしいな、ナイフ。だが気負いすぎるな。なぜ背後に敵が。だが所詮は小勢。食い止めよ。あ、北条軍になりましょう。北条軍ですね。北条軍の背後の警戒が薄かった。救い城からの兵がいないおかげだ。武田軍に追いついたわね。お父様や氏政に到着するまで抑えなきゃ。親方様を待つまでもありませんぞ、姫様。この綱茂が武田ごとき付けかざしてくれる。させるものか。我こそは武田城を勝ち取り、本陣は私が守り抜いてみせる。私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。そのお心も憎んだ。なんとあの十王八幡を破るとは。あのキャラはねオプションボタンでどんどん切り替えるんですけどね、キャラをねどんどん移動させながらね。勝頼、見事な働きじゃ。そろそろわしにも見せ場をもらおうかね。はい、父上、参りましょう。親方様が動かれたか。もう少しで強日がなる。氏康が来ればまた戦況が動く。今のうちに探らせておくとしようか。兵を分けて奇襲に及ぶとは。だが不意をつかれようとここは落とさせぬ。開門。なかなかやるではないか。開門。よし、次はあの砦だ。あとはあの砦のみか。来季はうまくやっているだろうか。若、わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。開門。これで砦の確保は完了だ。ない、大事ないか。綱重殿が倒されるなんて。ウジテルたちや備えの部隊を動かさないと。出番だ。悪いが弟殿たちは撃たせてもらった。方々参りましょう。武田軍が背後に回り込んでいる。これじゃ攻撃されてしまうわ。姫様は私が。はい、海姫様ですね。海姫は大好きなんですけどね。申し上げます、ね、宇治アスラ北条軍本体まもなく到着の模様。やるやる
せっかちだね、宇治安は。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。これ解禁なんですね。されたままでいられるか。信玄、覚悟。親方様の王道。はい、これはですね、何者にも阻ませはせん。北条三郎っていうのがいるんですけど。本当に期待を裏切らないな。なんと見事な力を出すか。情けない。取り上げくださりありがとうございます。礼を言うのはこっちじゃろ。これからもその調子で頼むよ、正行。敵将討ち取った。引いて見せねばならん。その家に散々荒らした上にこの狼藉、行儀が悪いと思わない。面目は田舎者ゆえ許さし。無働きなど自慢にならん。
気は向くぜ。やっぱ強いですよね、投手君ね。チェ、仕方ねえ。退却だ。みんな、ご苦労じゃったね。さあ、会に戻ってゆっくりしようか。なんか書いてましたね。新作攻撃ですね。あとあの連打、連撃ですね。あとは極意の稽古ですね。ほいと。はい、とりあえずこれで次はもう一つの合戦に行きますよ。